カツラボーンって投げて、うん、男だよ。いいっすか。じゃあこれはあの映画の最後のセリフの名言を当てていただけたらなと。やばいな、俺映画詳しいからな、分かっちゃうか。ジョー・ブラックをよろしくって知ってますか。何でしょそれ。ブラッド・ピットが昔ブラック・ジャックルをよろしくしか知らないです。多分ね、ジョー・ブラックをよろしくからもしかしたら撮ってんじゃないかなと思って。マジかもしれないね。でブラッド・ピットが主演して、うん、ブラッド・ピットが売れたての時だったんですけど、うん、ちょうどセブン終わった後ぐらい、うんうんうん、で、ね、正直あんま評判良くなかったんだけど、はい、ここ最近になってこれめっちゃええやんけってみんなが言い始めてみたいな。で昔から好きだったんです。子供だから多分逆にそういう方が分かりやすくなるほどね。分かりやすい話なんですよ、はいはい、ブラッド・ピットが死神で、うん、死神なのね。おじいちゃんの死神となるんです、はいはいはい、で人間の形ようやくしますと形になって、うん、その娘さんと恋をするんですが、うん、まあおじいちゃんはやっぱりその命日が来るので、うん、その時にジョー・ブラックも一緒に消えなきゃいけない。なるほどなるほど。で娘さんのことでも結構本気で好きになっちゃったけど、うん、消えなきゃいけない、うん、ほう。娘さんとコミュニケーション取れてる。取れてる。あ、人間となってるからね。なるほど。で花火がパーンパーンってめっちゃ上がってるパーティーみたいなとこで命日、うん、かっこいいシーンなのよ、うん、もう行かなきゃいけないなみたいな。でジョー・ブラックが今まで人間の気持ち全く分かんなかったのに、うん、さりがたい。おほうほう。って言ったらそのおじいちゃんが、それが何々だ。っていう。それが人生だ。ピンポン。いや、俺もそう思ったね。え、あれ、うん、これじゃ気持ちよくないの。いや、そうじゃないんだけどってなるかと思ったら。しかも一発で回答しちゃったし。うん、あれ人生。人生。人生。あれ、これが流行りだ。これが流行りだ。いいね、ちょっとそうね、これはちょっと分かってしまった。あ、本当。ちょっとびっくりするぐらいちょっと、うん、あ、俺はね結構しびれたんだ。クソ問題。クソ入試。あ、じゃあもうラスト。ちょっとクソ入試だ。なんか悔しい悔しいから。びっくりするぐらい、さっきあまりに両問だったからちょっと。わかりました。クソ入試。リベンジ、リベンジします。はい。じゃあね、紳士は金髪がお好きという映画です。お、知らないね。名前は知ってますね。はい、知ってる。はい、マリリン・モンロー、ね。そうですね。で、それは、船に乗ってる、ね、乗ってる今何て言うんだっけ、豪華客船みたいな、ごめんなさいごめんなさい、フェリー、スチュワーデスさんって今何て言うんですか、CA さん、キャビンアテンダント、キャビンアテンダント、はい、船バージョンのキャビンアテンダントがマリリン・モンローです、うん、はい、でマリリン・モンローのことを好きになった男の人が、うん、2人組がね、1人が好きになって、はい、これちょっとあの人となんとかうまくいきたいからっつって、うん、キャビンアテンダントの紛争をして乗り込むっていう話です。あ、そういうこと。じゃあ別にその船に乗ってる人じゃなくて、はい、惚れたから乗っちゃおうって、はいはい、それ女装してって、女装してってことです、はいはいはい、で入ってって、マリリン・モンローのこと好きな人はうまくいきますと、うん、マリリン・モンローというお話的にね、はい、でもう一人一緒についてきた、うん、そいつもキャビンアテンダント、そいつも紛争してくれてめっちゃいいやつ、めっちゃいいやつ、はい、めっちゃいいやつ、はい、でもそのめっちゃいいやつはめちゃめちゃお金持ちのおじいちゃんに、うん、超好かれちゃうんです。掘られちゃう。なるほどね。女性と思われて。はい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 。で、最後、その豪華客船から、普通の二人のプライベートジェットみたいなやつで、ジェットじゃないけど船のやつで、ガーって乗せられるとこまで行っちゃうわけ。本当に好きになられちゃって。で、その男は、もうこれやばいと思って、カツラボーンって投げて、男だよって言ったら、そのおじいちゃんが、バーカ、はいない。はいない。何々な、何々はいない。って言って、その映画が終わるっていう。何々な、何々はいない。バーカ。何々な、何々はいない。バカ、これ、私は男だって言ったら、何、何々な、何々はいない。男、性別なんか関係ないみたいな感じ？あ、なんかでも違うとこに行ってます。あ、で、そういうことじゃない？そういうことじゃなくて、違うとこに、バッっていう。バカ何々な何々はいない、まあ、バカって言ってるのかないけど、そう、男だよって言われても、うん、何何々な何々な何はいない、船乗りなみたいな、そういう感じかな、船乗りに何とかはいない、違います、違います、違う、何とかに何はいない、そう、何とか金持ちに、ほう、何はいないの、そう、何とかには行っちゃうと分かっちゃう、答えとして、あ、じゃあ何々に
待って何丸4文字の、うん、何何な人はいない、ね、えあ人はいないなのね、うん、人はいないだったんだ、うん、そこでクイズしていらんて何々な人はいない、はい、バーカー何々な人はいない、え女性だと思われて好きになられちゃってでカツラをポーンってなって大丈夫何々な人はいない嘘つきな人はいない違うズラ好きなみたいな。ズラ好きな人はいないって言われる。地毛好き、地毛好きみたいな。あ、そういうことじゃないんだ。何？かなり大きく言ってます。めちゃめちゃ急にでっかいテーマなことを放り込んでます。そういうことなんでしょうね、はい、多分ね。遊び人な人はいない。あ、ちょっと違いますね。ちょっと違うと。はい。はい壮大なの？これね結構そのハリウッド関係者が選ぶ100ベスト100映画とか昔ワウワウでよくやってたじゃん、はい、でこの映画結構入ってて、うん、上位にでこの場面がやっぱりみんないいねー洒落てるねみたいななんとかな人はいない言う普通に生きててその言葉をねその言葉は言う言う、うん、なんとかでえそれズラをズラだったことには関係してないってこと だもん、ね、関係してるんだけど、うん、そこからすっげえでっかいこと言うなみたいな感じです。で落ちるんだよね。腑に落ちるんだよね。それでしかもそれでその映画も終わる。正直とかじゃない。あもうそれぐらいでっかいテーマです。嘘つくの当たり前だよみたいな。なんとかな。さあそろそろ言いますか。いやーちょっと悔しいよねこんなんね。騙す騙さないでもないんだ。うん。正直とかでもないってことでしょ。金持ちとか。ね、もうちょっとでかいもうちょっとでかい女性だと思ってて好きになってた人がカツラを外して男だよでも何々な人はいないってそうねそのなんつうの少しダメなとこがあってもいいじゃないみたいなあ完璧だな そうですあーあーでもそっち行くんだそうすごくないあまあそれぐらいはいいよとそんなことあ小さな問題だと大丈夫完璧な人はいないそれでもいい、ね、それでもいいってことね、はい、あ今のもあれだねあれだと完璧すぐ出てくるねじゃあそりゃそうだそりゃそうだよ誰でもそうそれもやってもやっちゃうコーナーになるからいやまあまあでもあの2問目と比べたら全然良かったそうですね2問目したらあまりだダモンあでもまあ僕は面白いですけどね。あ面白いけど、ね。はい。ちょっとあの探して。やっぱりあの何がこのコーナー唯一問題って僕らの口数がどんどん減っていく、ね、っていうことなんだよね。そうだね。考えちゃうからね。そうだね考えちゃうからね。そうかうん、そこだけはちょっと問題かな。この YouTube コーナーとちょうどいいかもね。YouTube とかね。じゃあこれ用に用意しとくわ。YouTube だ。YouTube だ。お客さんは楽しいと思うんですよ。一緒に考えるから、ね。映像もあればね。あそう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 。ちょっとさすがにねラジオで黙っちゃうっていう感じが出てくる。確かにね。うん。面白い面白い。面白い素晴らしい。ありがとうございます。ナイスコーナー。リスナーが面白いから楽しいですということです、ね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。尺は大丈夫ですか？あ、私はごめんなさい。長々と。尺は飛んでます。全然大丈夫ですけど、全然大丈夫ですけど。それ面白かった。ということで、はい、じゃあ、僕はツイキャスでアーカイブ残してますし、はい。ようちゃんは YouTube。はい。来週月曜日、はい、ぐらいにアップするんですね。なるほど。かしめくんは。かしめくんはじゃあ、この後一瞬だけ撮ろうかな。あ、どうぞどうぞ。こう、なんか口で全部伝えて、落語で発表する、今あったこと。僕はツイキャス。すいません。ラコで発表します。ラコで発表で。ないっすよ。どこで、どこで、どこで、どこでやるんですか？どっかで。どっかでやらないですね。そう、あと一瞬撮ります。はい。はい。ということで、僕の方は大丈夫です。はい。はい。じゃあ、キニンさんのツイキャスを聞きの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。また YouTube で。バイバイ。バイバイ。バイバイ。から覚めてもまだ夢の中子供じみた二人でこの世に見た